行くか。しゃあ、まあ、とりあえず186個と予備符1枚で出ないんだったら俺はそこで諦めますね。とりあえず予備符とパス1枚だけど、この1枚で出たらよ、いや1万円入れたあれなんだよな。まあ、そんな甘くはないと思う。そんな甘くはない。実際まだエレシキガルの性能とか全然見てないけど、どうなん？強い？エレシキガルの全体宝具のあの多段ヒット強い？行くべ。10回召喚。さあ、さっきまで飲んでたが頭いて。え、激強なの？エレシキガル激強？お、待ってこれお前星音幕ちゃうのこれ。 NP 効率悪い、 NP 効率悪かった。最近のサーバーなんか NP 効率若いやつが、若いね、悪いやつがあれなんだけど、NP 効率いいの？いや俺あとランサーだけなんだよな、星5持ってねえの。星5持ってねえのがさ、ランサーだけだからさ。いや別に水着オルタの悪口言ってるわけじゃないけど、あれは水着のあの、おお来たー、イベントレイソー。これどっち、イシュタルリン、これどっちなの結局のところ。これイシュタルなの、これイシュタルなんでしょ。なんかめっちゃ荒れてたけど、一回すげえ荒れてたけど、イシュタルでしょこれ。あ、イシュタルなんだ。あのとりあえず1枚出たら終わりたいんだけどね。まあ、出ないでしょ。うおー、イベントレースを来た。これあれそう、バニアンでしょ、これ。かわいい。あとこれ、フヤ城のキャスター。NM 一押しのフヤ城のキャスターでしょ。ん、キャスター。え、目赤かった今。青くなかった。アーチャー、まあ、アーチャーはなんかな、謎にな、イシタル出たからな、この前。リンは青。なるほど。いや、これいいでしょ、別に。いや、レースを出たからね。ちょ、ここでフレポを一瞬言っていいですか。やっぱフレポを挟むことによってね、流れを変えていくっていう。え、何？何だったんだ、今のロード。正直ね、そのピックアップが出た日にね、引かない方がいいと思うんだよね。俺ピックアップ出た日に引いて出たことなくない？いや、マーリンは出たわ。マーリンは出たけどさ、ピックアップ出た日に引いて出たことないような気がするんだよね。戦は思い込みだから、そのフレポ強ってみんなが言うから自分もフレポ強して出ましたみたいな感じになるけど、で出てない方が多いから圧倒的にね。いやでもイシュタルレースが出ただけで今んとこまだいい。この10円がドブにね落ちる可能性はあるけど。あーちゃー、さあ、うお、いえ、嘘、マジ来たんじゃないこれ。いやー、よっしゃー、よっしゃー、うお、20連。いや、これならね1万入れなくてよかったでしょ。俺1万入れたんだけど、残しとくか。必ず私を後悔させて、アーチャー。
かないでしょ。お前正月に絶対お年玉回収しに来るんだろ。お前正月にさ、いや俺あのさ村正の方が欲しいんだよね。いや村正が実装されるのさ1年後っていう可能性もあるから、いや結局あのなんて言うんだろう、エレシキガルもさ1年待たされたし、村正も結局なんかこう1年待たしてくる可能性があるんだよ。別に宝具後にしてしまっても構わんのだろう。いいよ。おいやべえぞお前、スクショすんの忘れたわ。スクショします。やった、20連でいけた、ラッキー。サーヴァントランサー、かわいい。冥界の女主人エレシキガル、召喚に応じ参上したわ。一個人に力を貸すのは不本意だけど、呼ばれた以上は助けてあげる。感謝なさい。かわいい。なんて黙っているのかしら。私立派な女神なんですけど。うわやべ、消えかけんとこスクショしちゃった。タイムアルタクワトロアクセルというわけで終わってしまったが放送、あごめん20連しかできなかった。いやーもっと引きたかったんだけどな。もう50連目ぐらいで出るのがベストなんだけど、すまんすまん。出てしまったんでね、これで放送終わりです。お疲れ様でした。